こんにちは、リオです。なんでこの季節に麦わら帽子を。え、痛い痛い、目の中入った。はい、痛い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 。あ、大丈夫になった。私、中学校の時にね、自転車を漕いでて、よく目に虫が入ってたんですね。まばたきのタイミングが遅くて、で、はい、もう本当に虫が入りすぎて、充血しすぎて収まらなくなっちゃって、病院に行って、そしたら虫アレルギーになっちゃって、目がね、っていう思い出があります。その話は置いといて、今日私がこんな季節にこんな格好をしているのがなぜかというと、キャンプといったらでもないですけど、よく皆さんがやっているハウルジブリ飯を作りたいと思ってですね。こちらはなんでこの格好かというと、ソフィーでございます。おかしいでしょこれ。ソフィーといったら赤い麦わら帽子だと思うんですけど、赤はなかったんで黒にしました。バンダナみたいにしようかなって思ったんですけど、ちょっとねダメでしたね。でもこの服はね、ソフィーっぽくないですか。で、このね、リボンもつけてるんですよ、ちゃんと。ほら、これも完全ソフィーでしょっていう感じでね、ベーコンと卵を使ってね、ご飯の方を作っていきたいと思います。今も朝食じゃないけどね、楽しいビ、楽しいビ。忠実に再現したいと思ってて、私ハウル結構好きなので、はい、ここはガチでやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。任せてください。でもね、ベーコンがこのね、ハウルに出てくるベーコンってこう結構ビロロロンみたいな長めのベーコンじゃないですか。でもちょっと足りないかなみたいなのは思ってるんですけど、しょうがない、これつなげればベーコンだから、そういう感じでね、やっていきたいと思います。ではね、早速作り始めていきたいと思いますので、頑張ります。サフィーになります。それではね、カルシファーの方をお付けしたいと思います。今回は焚き火じゃなくて、ちょっとガスの方を、うわー、ちょっと使用させていただきます。それではね、オリーブを入れていきます。ハウルでは油とかは別で入れてなかったけどね、まあまあ、ね、くっついたら困るということで、私が入れさせていただきます。私はね、ハウルじゃなくてね、ソフィー派のベーコンの焼き方でいきますよ。ハウルはベーコン入れて結構すぐに卵を入れるみたいなタイプだったんですけど、私はソフィーのようにじっくりね、焼いていきたいスタイルなので、カルシファーが頑張っております。ロビーガスを変えてくれないと死んじゃうよ。ベーコンなんて焦げちまい。あ、焦げちゃった。はい、焦げないでよ。という感じにしてね、お卵をね、片手割りで、卵です。ハウルみたいにね、片手割りしたいので、いきますよ。あ、やばい。やばい。おー、ハートみたいになりましたね、これが。ほら、ハート。それでね、ジブリではフィクションですが、私は塩コショウをちょっとかけさせていただきますわ。あー、いい香り、塩コショウのいい感じ。これでね、ゆっくりコトコト焼いていこうかしら。と、お水入れようかしら。アルミでちょっと倒します。待っていきます。あれだって、あ、なくなった卵が。私は一番ハウルの中でカブが一番好きで、けなげでさ、一生懸命さ、あ、いっぱい。これでしょ、ハウルをやりたかったのは。完成、パパパパパ、完成。そちらの卵さんがどこかへ行かれたようで、帰ってくればいいんですけどね。で今はね、お湯を温めて、こちらのね、ストロベリールイボスっていう飲み物と一緒に食べようかなって思います。ハウルでさ、お茶碗に乗ってる赤い液体みたいなのあるじゃないですか。それっぽい家にあった赤そうな飲み物を持ってきました。これをね、私はね、お茶碗を持ってきたの。お茶碗持ってきたんです。どうしよう、これ赤くなんなかったら、ハウルじゃない、ハウルじゃない。待って、赤くなってるかも。これは赤いと言っていいのかわかんない。私には茶色いと見えるかも。茶色いな、まあ、入れ物だね。青でございますか。よし、そしたらね、お次はね、ハウルのパンですね。パンを持ってきました。おナイフで切っていきたいと思います。
前こんなんだったっけ、あれこんなはずじゃないよね、ハウルこんな切り方してなかったよ。はい、マルクル、ソフィーさんありがとう。これはもうハウルでしょ。ベーコンと卵とあとはパーと赤の液体スープ、本当はチーズの三角のトムとジェリーが食べるやつもうあったんですけど、さすがにあれはね売ってなかった。これでね食べていきたいと思います。では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 、いただきます。間違えました、違う違う違う、そんなわけないでしょ。いきますよ、うましかて。悲鳴が聞こえた。あー、チゴの味がする。あー、マルクルがね、ソフィーさんどれがいい、これしかないんだってね、スプーンかフォークかをね選択するさせるので、ソフィーさんスプーンを選ぶから私も今回はスプーンを選びました。忠実。じゃあね、いただきます。こちら潰れちゃったのがね本当に残念だけど、ここだけ見なければねうまくいってる工夫に見えません。あー見て、半熟、ほらほら半熟。いただきます。リアクション忘れるぐらい美味しい。外でさ、ハウルっぽく自分で作ってさ焼いて食べるとさ、なおさらもうソフィーだもん。私だってだってどっからどう見ても私ソフィーでしょ。ひらーん、めっちゃ汚い、落ちた。ちょっとねこうやって上にね乗せて食べたいと思います。ちゃんと美味しい。まあでもやっぱり普通のパンの方がいいかな。ここはさつまいも欲に負けた私の責任だわ。もうさ、どっからどう見てもソフィーじゃないよね、はい、何この格好。気持ちだけ再現したかったみたいなのはある。飲んじゃおう、シュワビターサワー、新しいやつ。いただきます。乾杯。私デカビタ CC レモンとかそっち系の飲み物好きなんで、ライフガードだからそっち系と同じ味がする、超美味しい。まあでもなんか気分的にこっちをね入れちゃったりしてね、美味しかったー。あー、こっちに入れた方が美味しい。皆さんはジブリ何が好きですか。一番私はハウルですよ。ハウルもう本当に好きすぎて家に DVD あってもう死ぬほど見た。みんなさ、麦わら帽子かぶってさ、夏みたいな格好してるけどさ、めっちゃ寒い。いやでもやってみたかったことできてよかった。結構 YouTube とかでハウル虫みたいな感じで流れてくるじゃないですか。それ見て、はい、いいな、やってみたいって思ったんですよ。あ、でもね、一回キャンプでやったわ私。めっちゃうまくできた、その時。片手でとかね、やんなかったから。その写真一応貼っときますね。めっちゃ上手くないですか。今回ね、卵ちゃんがね、ハート型になっちゃって、最終的にはなくなった。ハートがなくなるとか、なんかちょっと演技悪いよね。しんどいわ。お酒飲むとテンション上がるよね。そうだ、カブが私が好きな理由はね、けなげなんだから。けなげなんだから。けなげ。けなげだからです。いや、あんなけなげでさ、はい、ソフィーの歌、ソフィーがさ、おばあちゃんの時からさ、コン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 とか言ってさ、ついてくんだよ。めっちゃ可愛くないですか。だから私はね、おばあちゃんのソフィーの頃からずっとソフィーが好きなカブが好きなんです。私は一番カブいいよねっていう、私はカブの良さを、ね、配信していきたいと思います。そしたらカブのために、そういえばアウトドアブランドのカブもいいよね。ってよだれみたいに出た。今ね、壮絶なクシャイが出た。やだ、もうやだ、恥ずかしい。花粉がね、辛くてどうしたらいいんですかね。花粉が辛い。さあ、花粉持ちの人とかどうやって生きてます。一緒にこの共感し合いたいです。本当に私は、あー、もう辛い。もうだけど、辛い。私も花粉のない世の中で生きたい。ハウルのもう何が好きかって、もうもうそりゃあもうハウルがかっこいい。美味しかった、すごく。おや
だ、なくなってしもた。ちょっとこのね、麦わら帽子が赤じゃないの今回の敗因だと思うんですよ、私的に。ソフィーになりきれなかった。またね、リベンジしたいと思います。今度はね、片手でちゃんと割れるように。こんな感じでね、今回はハウルのね朝食を作ってみました。幸せでした。私はとても、あ、やばい、下がソフィーじゃないことがバレてしまった。ジブリ飯、違うバージョンのハウル以外のね、千と千尋のね、あのって食べるやつ、千尋のお父さんとお母さんって食べるやつとかもね、作っていきたいと思います。って感じでどんどんジブリ飯も挑戦していきたいと思います。キャンプで、キャンプでやるから美味しいんだよ、楽しいんだよ、そこがポイントです。そんな感じでね、今日も動画を見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いつもご視聴いただきありがとうございました。お見苦しいお姿をお見せしてしまってすいませんでした。次からちゃんと薬飲んで楽しみたいと思います。それではまた、バイバーイ。